P3C は海上自衛隊の対潜哨戒機です。対潜哨戒機とは対潜水艦船を重視して設計装備された航空機のことです。4910馬力のターボプロップエンジン4機を装備し、最大速度は時速760キロ、航続距離は7700キロです。11名のクルーが乗り込み、1回の訓練で10時間も飛ぶことがしばしばだそうです。青森県八戸の海上自衛隊第8航空機からの参加です。この2回目、そして3回目の通過時は、それぞれ速度であるとか飛び方を変えて見せてくれるということですから、皆様どうぞご注目ください。P3C Orion of JMSUF will soon make a second pass. In the second and third passes, it will fly differently at a different speed. この2回目は今度は車輪を出しての上空通過です。ご注目ください。P3C Orion, program number 5, will soon make the last pass.